こんにちは、車好きのせいです。さて、先日トヨタ博物館というところに行ってきたので、そこで見た車を紹介していきたいと思います。ではどうぞ。こちらには世界で一番最初のガソリン自動車ベンツのパテントモトールバーゲンが展示されてます。こちらの車はオリジナルではなくレプリカだそうなんですが、実際に稼働するものだそうで、こちらのトヨタ博物館のアプリではその動いているところのムービーも見れるようになってます。ちなみにこちら当時時速15キロでの走行が可能だったそうです。排気量は 984cc の水冷単気筒、そして馬力の方は 0.9 馬力ですね。で、時速15キロで走行できたそうです。そしてハンドルの方はシンプルに運転席の上に乗っているこのバーを握って、これを操作することでこの前輪を操舵すると、そういった仕組みになっているそうです。当時の馬車を改造して作ったようなものにも見えますね。自動車第1号はまだ屋根もなかったんですね。ほんとシンプルに馬車の先頭部分、御車台のようなやつが上についてて、そしてその先にハンドルがついてて操作すると。そしてエンジンなどの駆動系はこちら後ろにありますね。まず、この赤い部分がエンジンですね。水冷単気筒のエンジンで、この上の銅のやつがウォータータンクで、水冷用ですかね、の水ってことですね。そしてこっちの下の銅のタンクが、これがガソリンタンクだそうです。これキャブレターもでかいですね。こんなでかいやつ使ってたんですね。ここで混合機を作って、こちらのエンジンに燃料が入っていったと。そしてこのエンジンの外側にクランクシャフトがむき出しになっていて、でここがピストンがこの中で動いてたんですね。でクランクシャフトがここで回転すると。でこの下のでっかい車輪みたいなのがフライホイールだそうです。回転を安定させるためのものですね。そしてこの上にあるこの辺が出力軸ですね。でこの出力軸からの回転をこのベルトを使って前の方にあるディファレンシャルギアに伝えるそうです。ちょうどここに見えてるやつですね。このディファレンシャルギアに回転を伝えて、そして左右に動力が分かれるわけですね。そしてその左右に分かれた動力を今度はこのチェーンを介してタイヤに伝えると。そしてこれもうサスペンションがついてたんですね。この時代すでに板バネ式のサスペンションが見えます。そしてこのチェーンは反対側の車輪にもついてるんですね。こんな感じでこうやって左右の車輪に別々に駆動力を伝えていたと。こっちから今デフギアがよく見えるんですが、これもデフギア中身むき出し状態ですね。このベルトで回転伝わって、で中に入ってるカサバ車を使って左右に駆動力を分配すると。シンプルですが、ちゃんと今の車の原型が備わってますね。あ、バッテリーボックスもあります。この木の箱ですね。こ
この時代もバッテリーがあったんですね。今回の動画は以上で終わりとなりますが、いかがでしたでしょうか。今後も私が見たもの、体験したことをどんどん共有していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。あと、新着動画を見逃したくないなという方はベルのマークをタップしておくとすぐに通知が届くようになるので、よかったらそちらもご活用ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。